皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイフトボール2024、今週の週間 FP ランキングいってみましょう。今週のガチャはこれだけです。ちょっと寂しい更新ですけどね、週間来たんで一応ランキング紹介していきましょう。こんな感じで毎週紹介はやっております。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、メンバーはこんな感じです。うん、いい選手にブースターはしっかりとついてくれたかなっていうとこと、まあ、隠れた当たり選手なんかもいるんで、その辺がチェックできたらなっていうところかな。半数以上結構魅力的に感じたんで、引きに行ってもいいのかなと思いますが、選手揃ってるかにもよるかもね。ぜひその辺チェックしてみてください。今回ランキングいきますが、あくまで私が勝手に言っております。一参考にどうぞ。第11位、シエロ選手。しっかりと確か2ゴール奪ってた選手かな。フランスリーグの所属なんでイベントが来ないですね。しかも唯一の星4、まあ、ここから補正とか乗るんですけどね。パスのうまいボックス、2ボックス、もう一歩の強化欲しい。今回ワンシュート PK キッカーがついてるんです。第10位、マルシッチ選手。サイド全てをこなせるユーティリティな選手ですね。イベントとかでも使えるし、選手あまり揃ってないならいろんなところのサブとしては使えるけど、まあ、絶対って感じではないかな。バランスのいいタイプで70以上の数値かなり多いんですけど、特にスタミナ90とかスピードが結構高めなんで、そこが注目点かな。逆足もうまいんで両サイドこなせる、サイズもあるタイプとしては悪くないが、ガチスカに残り続けるかって言われると微妙です。スキルはヘッダー、ブロッカー、スライディング、特に守備面のスキル追加嬉しいので、攻撃的に使いたいけど守備にも活躍してほしいみたいな、そういうタイプのサイドバック求めるなら両サイドできるし、そういうところにはガチハマりしそうだね。第9位、パチェコ選手。左利きの特徴はあるし、まあ、イベントで一応使えるので、まあ、その辺は有利に働くかな。ただ守備数値がちょっと足らんな。サイドの CB みたいなことができる方はありかなと思うビルドアップ持ちになります。左サイドバックの位置をセンターバックに変えて使ったんですけど、結構上がっていっちゃうんで、そこだけ注意ですかね。上がっていっちゃうというか高い位置を取るんだよね。個人的には好みじゃなかったんですけど、その辺は実際に試してみてください。スキル、ヘッダー、ブロッカー、エアバトの守備系ががっつりと追加されたようです。第8位、ハービーバーンズ。まあ、なんといってもできるポジですね。左サイドしかできないし、ポジ取れば開けられないんで、そこがネックかな。能力はっていうと、スピード、瞬発やドリブルの数値は結構高く、ここからスーパーサブ乗るので、まあ、ボルコンとか決定力とかしっかり80は乗せられるようなイメージか。ドリブルも多分90以上では使えるんですけど、まあ、スピード瞬発以外の部分がやっぱり今の環境ちょっと苦しい枠になっちゃってるので、今回スーパーサブプラスミドルシュートもシンプル追加で減ったものありません。もともと初期からワンシュースルパとか結構スキル良かったんで、シンプルスキルがついて強化されたっていう枠ですね。そして第7位、セルヒオラモス。今回オーバーラップからハードプレスに変更ありました。これいいんじゃないですか。そしてブースターがデュエリングですね。ついに彼もデュエリスト。特にスピードの上昇とスタミナ上昇嬉しいね。まあ、守備は比較的高かったんで申し分ないかなと思うんで、やっぱりスピード瞬発スタミナが結構課題だったんで、ここの強化は嬉しいかな。まあ、めちゃくちゃブースター乗ったからすごい高いってわけじゃない、保管できたのは嬉しいと。センターバック揃ってなくてイベント要因とかそんなところも考えられる、そんなブースターとなりました。空中戦の強み、対人の強さ、そんなところは武器になるけど、まあ、逆に言うとスピード瞬発スタミナとかはもうちょっと高い安定したディフェンダーは結構たくさん出てるんで、手持ち次第となりそうです。今回スキルはバックスピンの分がなくなってブロッカー追加、ここもシンプル強化ですね。第6位、ネビス選手。プレイメーカーのままでしたね。しかも DMF じゃないんだ、あれ CMF のままでした。そうなっちゃうとピルロ、キミヒ、あのビーコテ強い人たちの劣化選手となりかねないんで、残念ですね。しかもイベントで使えます。ポルトガルリーグ、ライブアップデートは非常に安定する選手なんで、 DMF 再びのバグ期待したんですけど、足元パスに優れるプレイメーカータイプで、まあ、能力のバランスはいいですね。スタミナが低いかな、82。今回スキル変化、ダブルタッチとヘッダーがつきました。上2つ。さらにチェイシングインターセプト、守備系もがっつり追加されましたね。もともとワンパスルパー、ウスピとか持ってたんで、攻守で活躍できるスキル追加、ここを非常に評価し、6位としました。ただイベントで使えないので、そこがね。第5位、ハンツコ。守備的サイドバック変更。188あるんですね。結構サイズもあるし、守備値もあるし、スピード瞬発はまあそこそこに。フィジカル、スタミナ、足元の完成度も結構高まって、フェイエノルト所属であれば、結構ライブアップデートも乗ると思うから、当たり選手と見ていいと思います。ただ彼もイベント来ません。やっぱオランダのイベントとかがね、やってくると、こういう選手の魅力がね、ぐっと増すんですけどね、トルコリーグみたいに。スキルはダブルタッチ追加、左サイドバックたまに上げたいみたいな、そんな発想の方はダブルタッチなんかも生きてきそう。センターバックだと逆にブロッカーやバトとかなかったんで、サイドバックならありなんじゃないっていうスキルになりました。うん、左サイドバックの守備的って結構少ない人材だから、そういうところに入っていく、そんな能力はしてると思います。
まあ選手揃ってるかどうかで。第4位ルイス・ディアス。シンプル強化枠ですね。スピード、瞬発、ドリブルとかはしっかり95以上になるし、逆にその他の部分が乗り切ってない感じはするけど、ボルコンボールキープ、まあ大体85ぐらいでは使えるかな。ジャンプ、パス、決定力、まあその辺も70、80ラインくらいには乗ると思うから、まあその辺は悪くはないんだけどね。もう一歩正直強化してほしかったかな。できるポジションもサイド限定になるので、まあ、サイドの褒めがまずそもそもないと起用できるのが難しい、起用するのが難しいですね。うん、普通にウィングとか使ってるのであれば選択肢に入ると思う。ちょっとドリブラーとしてボリコンがちょっと低いね。今回のスキルワンタッチシュートついてシャペウがなくなってます。この追加は非常に嬉しい、まあ、ただサイドの選手ワンシューで打つ場面が非常に多い方ではないんで、どっちかというとワンパスレパの方が欲しかったけど、まああのゴールはワンシューだね。サイドから突破してチャンスメイクし、ワンタッチシュートなんかも活かせるような、そんな攻撃される方はありです。第3位カルネセッキ。普通に強い、波普通のねゴールキーパーなので、ライブアップデートの安定は気にしたいですけど、ゴールキーパー誰もいないならイベント要員カルネセッキでもいいかなと思う。結構能力高いですね。 GK センス87、コラプシングディフレクティング95へ。こっから補正乗れば GK センスも90くらいにはなんじゃない。結構強いね。一つ懸念は高弾道しかありませんので、低弾道も GK ロングスローも PK ストッパーも持ってません。初期としてこのゴールキーパー当たればとりあえず使えますけど、スキル物足んないなって思ったら乗り換えるべきでしょう。ゴールキーパーなかなかスキル追加されないですからね、そこら辺も追加されてくるとまたいいんですけど。てかドンナルンマじゃなかったね、やっぱり画像がなかったですからね。初期の選手としては申し分ない数値してると思います。第2位レオンですね。今回も左ミッドフィルダーに変更されて2列目に変わっています。あ、その前にブースターはアジリティ。レオンは結構定期的に活躍するからアジリティが乗る頻度は非常に高いと思う。そして今回残念なお知らせ、ワンパノールックパスがついたんですけど、スパサブ剥奪です。あとシザーズ、なんでスパサブを消してしまったのか。もうちょっと消すべき選手はね、他に何人もいるのに、このタイミングで消されるのうざいですね。エッジターンとか軸裏ターンとか減らしてくれればよかったのに。つまり後半から出しても能力プラスは考えられないってことで、ちょっと苦しいもんあるよね。ドリブル、スピード、瞬発、この辺の高さはさすがの高さなんで、ポジトレも開けられない分できる範囲は3つ、発動は左ミッドフィルダーだけ、数値上もオフェンスセンス、ボールキープ、まあ、パスはいいけど、キック力、フィジカルとか惜しいところはあるよね。決定力とかドリブル、スピード、瞬発は申し分ないし、波大きいのギャンブラーとしては今週のように ABC ならブースターも込みで一気に覚醒してくるんですけどね。やっぱ B 固定が存在したり、他のレオン結構強かったし、そこら辺の過去版がいるとどうしてもこういう選手は難しい判断になると思います。初ゲットなら大いに当たりだと思います。過去持ってる方はそちらで十分です。さあ今回数々の選手を抑えて1位、オードリー号です。センターフォワード登録プラスリンクフォワードにされましたね。安定です。ただね、ボールキャリーにしてもらったんですよね。リンクならボールキャリーでもいいよね判断です。これラインブレーカーだったら多分シュートブースターで、能力結構強いんですよ。この選手はスパサブ剥奪されておりません。ここからスパサブです。スピード、瞬発、ドリブル、ボールキープ、ほんとブースター乗ったところが90以上に絶対なるし、ボディコンとかも言うことなし、まあ、スタミナ低いのはスパサブで補完できるか良しとして、決定力もあり、ボルコンキック力がやや低いか、それでもパスはしっかりと強化されてるから、そこでお釣りが来るぐらいかなりいいし、まあ、逆足が上がってないかな今回は。あの活躍ならね、ブースター乗る頻度も高いだろうし、シンプルに当たりです。まあ、あとリンクさえかな。今回センターフォワードせっかくなんですが、リンク苦手な方はウィングで使いましょう。スキルで言うと今回ミドルコンカつきました。シンプル追加なんで減ったものありません。ワンシュー、スルーパー、スーパーサブ持ったままだし、特殊ダブルタッチも健在。いや普通に強くなったし、コンカミドルいいな。ここだけでも普通に過去の FP から乗り換える価値あるかなと思います。ここだけなら、能力だけならラインブレーカーの週刊 FP より強いし、まあリンクなら過去版でもいいかなぐらい。こちらも過去いるかどうかが判断基準ということで、まあ持っていなければ結構当たりの選手多いんですけど、持ってればっていうところはありますね。もうみんな選手が揃ってきている中のこのガチャ、ここからどうしたらいいんですかね。特に上位層持ってない方はね、引いてみてもいいと思います。こんな感じで毎週紹介やってます。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。